アイロフロートロシア航空。アイロフロートロシア航空は、ロシア連邦の民間航空会社。東ヨーロッパで1位の規模である。旧ソ連の国営航空会社アイロフロートを母体とする。ロシア語で、アイロとは航空、フロートとは艦隊を示す言葉である。モスクワのシェレメチエブ国際空港を拠点とし、世界95都市に就航している。 ソビエト連邦の国有航空会社として1923年にドブロ領トの社名で設立されて以来、ソ連政府の民間航空輸送部門として運営されてきた。アエロフロートとは単一の航空会社の名称ではなく、各地域ごと、事業ごと、あるいは空港ごとに存在する航空会社の集合体である、ソ連政府の民間航空輸送部門の総称であった。 特に第二次世界大戦後の冷戦期は、ソビエト連邦の航空技術を知らしめる、小ウィンドウ的な役割を持ち、世界で2番目に実用化されたジェット旅客機である、ツポレフツ -104 や、世界最大級のターボプロップ旅客機であるツポレフツ -114 の就航、世界初の超音速民間旅客機であるツポレフツ -144 の就航などを担った。また、 世界最大の航空会社としても知られ、長距離国際線や国内ローカル線の運航から測量や農薬散布まで様々な業務を行った。ソ連崩壊後に民営化され、現在はロシアのフラッグキャリアかつスカイチームの主要メンバーとして世界各国にその路線網を広げている。建国して間もないソビエトイコールロシアでは広大な 領土を移動する手段に航空機は不可欠であるという考えが広まり、ウラジーミル・レーニン率いるボリシェビキは航空産業重視の姿勢を持ち、1921年1月17日に、レーニンはソビエト領空の航空機の飛行に関する布告に、サインし、26日には赤軍の航空部隊の管轄下における航空産業の発達のために300万金ルーブルを投じることを決定した。 5月1日には、イリアムーロメツ3機を用いた初の商用飛行が行われた。モスクワからオリオール経由でハルキウに至るルートで、ソビエトにおける旅客、郵便輸送の幕開けであった。週2から3便運航され、初めの5ヶ月間で43回の飛行が行われ、同年10月11日に運航が終了されるまでに60人の乗客とロットンもの郵便物が輸送された。 1921年のネップによって1921年11月24日に設立されたのがドイツとの共同による航空会社である。イリア・ムーロ・メツが運航を開始してからちょうど1年後の1922年5月1日にモスクワから当時ドイツ領であったケーニヒスベルクをフォッカー FE による運航が開始された。当初は 郵便物の輸送など公的機関が主な顧客であったが、翌年8月には個人向けの営業が開始された。1929年にはルフトハンザで使用されたドルニエコメットに更新された。他にもユンカースジュ50にも導入され、これらの機体はまだ発展途上であったソ連の航空機製造産業に多大なる影響をもたらした。ダーウルフトの成功により安定してきた。 ソビエト航空業界の発展と革命干渉戦争の一様の終結をもって、ソ連政府は1923年2月9日に赤色空軍の監督のもとに航空会社を設立することを決定した。これをソ連民間航空の誕生とされる。郵便事業などの支援もあり、3月17日には、すなわちドブロ領土が設立された。 モスクワとニジニノブゴロドを結ぶ路線が創設され、さらに、レニングラード、カザンやハルキウを結ぶ路線も登場した。10月には、トルキスタンやモンゴルを結ぶ路線も開設された。ドブロ領土が成立した1923年、ロシアでは、ユンカースイコールルスランド、ユンカースルースロントが、コーカサスでは、ザカビア、ザックイビアが、アゼルバイジャンでは、 アズドブロ領土などがのきなみ設立され、たちまちのうちに同時期に設立されたウクライナのウクライナ航空会社に集約され、さらに1930年には第一次後可燃計画によってウクライナ航空会社とドブロ領土が集約され、1932年3月26日に名称が現在に続くアエロフロートに変更された。 1937年にはダーウィルフともアエロフロートに編入された。第二次世界大戦中も戦火の中アエロフロートは定期航路の運行に従事し終戦直後は稼働可能であった LI-2 などを運用することで運行を維持した。第四次五か年計画で増強が必要となったアエロフロートに1946年にセルゲイリュー流進設計のイール -12 が 投入されたしかし、本土が戦火におかれ荒廃したこともあり地上設備は不十分で、この状況を見兼ねたアエロフロート長官は、アナスタスミコヤンダ政府高官をモスクワからハバルフスクまでの航空旅行に招待し、地上設備の整備を訴え、その後の5カ年計画で空港の整備などが政策に盛り込まれた。しかし、スターリン体制下では、 アエロフロートは大きく発展することができなかった。1956年には爆撃機であるツポレフツ -16 を元にした総発ジェット旅客機ツポレフツ -104 が登場した。それまでオムスク経由のモスクワイルクーツク船は遺留士にいる -14 で18時間を要していたがジェット化によって7時間に短縮し停滞気味であった。 アエロフロートの牽引役として活躍した。以降ジェット化は進展し、ターボプロップ機のツポレフツ -114 による長距離路線の解説や、イリューシニール -18 による中短距離路線の解説も相伴って、国内線のみならず、長距離国際路線も拡大させていった。1967年のツポレフツ -134 の導入はアエロフロートにとって、 大きな前進となった。スポレフツマイナス -134 によって国内線を中心に路線網が拡大し輸送力が増強され利用者数は1967年には世界最多となった。ソ連国内におけるすべての民間航空輸送を一手に引き受けるために単発服用機からワイドボディジェット機、ヘリコプターから超音速旅客機まで様々な機体を運用し、 国際線、国内線での貨物、郵便輸送を含んだ、民間航空輸送をはじめ、ヘリコプターを使った、救急患者輸送やクレーン業務、アントノフアマイナス2などの航空機を使った、農薬散布。当時のアエルフロートのパイロットの7割の初任が、難しい操縦が要求される、農薬散布の業務であった、鉄道や道路がないシュベリアなどの壁地における、スクールバス業務。 北極圏内や南極基地への貨物輸送、大気観測業務、チェルノブイリ原発における除染作業を含むなど、ソ連国民にとって重要な役割を担った。また運用上の柔軟性や辻褄合わせのために、機銃を取り外したもののビブジュートを装備したままの、軍用輸送機をはじめ、偵察機や早期警戒機などの多くの軍用機が、アエロフロートの管轄下にない航空機までもが、 アエロフロートの塗装に身を包んだ。1973年のつマイナス144の登場以降、固定翼機には白地に青のラインを回した塗装が標準となった。それまでは各機種によって塗装が異なっていた。また、極地で運用される航空機は青帯を赤帯に変更し、主翼を赤く塗装し、視認性を高めるポーラーカラーが施された。 一般職にも垂直尾翼の塗装パターンのバリエーションがいくつか確認されている。ソビエト国民の海外渡航や国外からの旅行者のソビエト国内における移動には大幅な制限があったが東側諸国の衛星国やアフリカや南米などの遠方にある友好国への路線といった外交関係を誇示することを第一目的に置いた採算を度外視した 国際線を多く持っていた。さらに、日本やアメリカ、イギリスや西ドイツなどの西側諸国に乗り入れているだけでなく、日本航空やエールフランス、アリタリアなどの西側諸国のフラッグキャリアとのコードシェア運航なども行っていた。また、西側諸国への路線の多くが外交官や、長方員の運搬に使われたほか、西側諸国の上空の飛行時に、 軍事施設の上を故意に飛行するなど、その活動範囲は一航空会社の枠を大きく超えていたと言われる。それがゆえに、冷戦末期にユジノサハリンスクから新千歳空港までの路線の開設を日本国政府に申請した際に、新千歳空港が自衛隊との兼用空港であることを理由に就航を拒否された経験がある。所有機の多くも空軍と共有していたことから、 正確な数は未だに不明ながら世界最大の保有機数、旅客機、貨物機、ヘリコプター、軽飛行機等も含むと従業員数を誇っており、世界最大の航空会社と呼ばれており、ギネスブックにもその旨が記載されていた。1991年における機体保有数は貨物機やヘリコプターを含めると1万機を下らないとされる。1980年代には、 医療士にいるマイナス86などの西側諸国の最新鋭機と並ぶことを目指した最新鋭機の導入を進めたものの当時の東側諸国のサービス企業の多くと同様に航空会社としてのサービス水準は西側のそれには遠く及ばずそれがゆえに西側諸国においては航空券の安さと充実した路線網だけが選択の理由であるという状態であった 最もあくまでもアエロフロートは民間航空輸送が業務であるため、ソ連人の利用者は、アエロフロート本来の業務と直接に関わらない、必要以上の機内サービスにかかる料金を含まない、純粋な運賃を支払うだけで良いシステムになっていた。一部の路線、特にアフリカ方面へ向かう際に、翌日移行便への乗り継ぎのために、モスクワで一泊する必要があった場合は、本来なら、 サシを取らなくてはならないところを免除していた。その際のホテル、ノボテルシェレメチエボホテルは無料であった。当時のソ連としては破格のもてなしと言えるが、これは外貨を獲得するために有効な手段だったことによるもの。1991年のソ連崩壊後は、80以上の航空会社を生み出した、事業分割や不採算路線の縮小。 旧ソビエト連邦時代の機材の退役を進めるなどのリストラを進めたほか、新駅のイリューシン・イール -96 や西側のボーイング767、エアバス A310 シリーズなどの導入を進めると、共に新規に設立された子会社ロシア国際航空を中心にサービス水準の向上も図った。また、ソ連崩壊によりアエルフロートの独占体制も、 公開し、各地に新しい航空会社が誕生した。そうして誕生した多くの会社では、元アエロフロートで運用されていた旧ソビエト連邦製の機体が活躍していたが、効率の悪さや老朽化のために2010年代に入るとその多くが退役した。現在は旧ソビエト連邦時代の機材はすべて退役し、ボーイング777から 300ER や、 エアバス A330 シリーズ、ボーイング737から800や、エアバス A320 など、最新鋭の西側機材を中心に運行されている。なお、ロシア経済開発貿易省の株機関である、ロシア連邦資産管理局、ロージームーシュチェストボが、51.17%の株式を保有する、筆頭株主となり、ドンアビアを子会社に持つ。現在では、 旧西側諸国の航空会社並みのサービスを提供しているとの評価を得ている。その会もあり、2006年には世界的航空会社アライアンスの一つであるスカイチームへの参加を果たした。航空券の座席予約システム CRS はサーブルを利用している。ちなみに現在、モスクワでの乗り継ぎの際、ホテルは有料であるが、トランジット客に限りビザが免除される制度は、 継続されている。2009年には、ウラジオストクとカリーニングラードに死者を開設。2010年2月に、ロシア政府は、航空会社の経済的成長のために、すべての地域航空会社を国営会社ロステフノロギアの管理下に置き、その後アエロフロートに統合することを宣言した。2011年11月には、アエロフロートの姉妹企業、アエロフロートファイナンスが、 ウラジオストク航空、ゲンオーロラやロシア航空の筆頭株主となった。2014年1月にグループ会社再編の一環として子会社のロシア航空を同年3月30日付でアエロフロートに統合すると発表した。なお、SU はソビエト連邦の名残。アエロフロートはモスクワ市内にある国際航空、シェルメイチエボ国際空港をハブ空港として 利用している。2007年12月に4万メートルの広さを持つターミナル C が完成。2009年11月にはターミナル D が完成している。アエロフロートが国内専用のターミナルとして利用している。ターミナル C は壁面がアエロフロートのイメージカラーである青とオレンジに塗装されている。ターミナル D はアエロフロートと同社が加盟する。 スカイチーム加盟各社の専用ターミナルとなっている。その後、ターミナル E が2010年3月に完成し、ターミナル F もリニューアルするなど改修、拡張が進んでおり、一昔前の暗いイメージから明るく、近代的に生まれ変わっている。ビジネスクラスラウンジはシャワーを完備し、利用者には自然派アメニティを用意している。アエロフロートは、ロシア。 そして東ヨーロッパで最大の規模を誇り、世界有数のネットワークを持つ航空会社として、世界各地に路線を広げている。そのネットワークを活かし、2006年にスカイチームへと加盟することになった。現在はスカイチームのパートナーと協力して178カ国、1000を超える都市にフライトを、就航、2014年12月時点。日本では過去は、 複数の空港に乗り入れていたが、1990年代に、関西国際空港線が撤退となり、新潟空港などの地方発着路線を、他のロシアの航空会社に譲ったために、現在は、成田国際空港からのモスクワ便が、エアバス A330 で1日1便、運航している、オーロラとのコードシェアで新千歳空港にも乗り入れている、のみである。なお、 2014年には、オーロラ航空のコードシェアで、成田空港からウラジオストクへも運航していたが、休止となり、2016年8月14日に S7 航空とのコードシェアで、再び復活した。さらに、オーロラの自社便復活とともに、そちらともコードシェアを、再び開始した。また、かつて、日本人乗務員が、機内通訳として乗務していたが、現在は乗務はしていない。 成田国際空港では2008年4月21日までは第2ターミナルを利用しており、空港地上業務の多くを日本航空に委託していたが、2008年4月22日に加盟しているスカイチーム系航空会社が利用する第1ターミナル北ウィングへ移転し、ビジネスクラスのラウンジは同じスカイチームのデルタ航空のものを使用している。2017年11月にかつて コードシェア運行していた日本航空と2018年より、再び、コードシェア運行を行うと発表された。モスクワからのアメリカ線も充実しており、現在、アメリカだけで30都市に運行している、2015年3月時点。コードシェアを含む運行都市は、下記の通り。アエロフロートのマイレージサービスは、アエロフロートボーナスであり、スカイチーム加盟各社と提携している。 フライトに応じて、マイルが加算され、マイルが貯まると、無料航空券やアップグレード、提携ホテルの無料宿泊などのサービスが利用可能。入会金、年会費などは無料となっている。提携しているホテルには、ヒルトンやマリオットインターナショナル、ノボテルなど、大手ホテルが含まれている。なお、アエロフロートよび、チェコ航空、中国南方航空登場時には、 エコノミークラスであっても予約クラスによって加算マイル数が異なる。プレジデントと呼ばれるアエロフロートのビジネスクラスは最新鋭の国運型シートとなっている。独自に設計した国運型シートはリラックスできるスペースを提供。ビジネスクラスを利用するとチェックインから登場、手荷物の取り扱いにおいて優先的に対応される。ボーイング777と エアバス330を使用する8時間以上のフライトではビジネスクラス向けに枕や掛け札、ベッドシーツも提供している。空港ではビジネスクラスラウンジも利用が可能。ラウンジのバーは24時間営業で豊富な種類の飲み物や焼きたてパン、タルトなどを提供。ビジネスクラス向けのメニューは3ヶ月に一度メニューを一新している。メニューは LSG スカイシェフをはじめ、ロシアの有名シェフや、フードジャーナリストが監修している。モスクワのレストランで、ジャーナリスト、著名人などに披露され、評価を受けた上で正式に、メニューとして決定している。試食会には、日本でも有名な元フィギュアスケート選手のエフゲニー、プルシェンコも招待されている。エコノミークラスでは、毎月4種類のメニューを用意。 ホットミールは2種類から選択が可能。路線、ご利用時間、飛行時間に応じて、軽食、朝食、昼食、夕食の機内食を提供しており、メニューには、ロシア料理と世界各国の伝統料理を取り入れている。詳しくは、アエロフロートホームページを参照。機内紙は、エローフラットスタイル、アエロフロートスタイルという名前で、毎月発行され、 ロシア語と英語で世界中の都市や世界各国の料理を紹介したり、アエロフロートのニュースを掲載している。約300ページの構成となっており、内容はかなり充実している。英語のページは後半の30ページ程度となっておりメインはロシア語。成田便にはオーロラという名前の日本語番機内紙が用意されており、ロシアや世界各国の情報を紹介している。こちらは、 約5 0ページで構成されている。長距離路線で有料機内 Wi-Fi サービスを導入している。オンボードインターネットプログラムと呼ばれる同サービスは2010年から開始しており、ビジネスマンを中心に多くのフライヤーの利便性を高めている。エコノミークラスは縦、横、高さ3辺の輪が158センチメートル、重さ23キログラム以内は無料。ビジネスクラスは縦、 横、高さ3辺の輪が 158cm、重さ 32kg 以内は無料となっている。また、無料で預けることができる荷物の個数は、エコノミークラスで1個、ビジネスクラスで2個となっている。ただし、エコノミークラスでも、運賃種別が、エコノミー、プレミアム、プレミアムコンフォートの航空券の場合は2個まで、無料で、持ち込みが可能となっている。規定のサイズ、 重量、個数を超えた場合は、超過料金が発生する。機内持ち込みが可能な、手荷物のサイズは縦、横、高さ3辺の輪が 115cm、55x、40x20 以内となっている。また、エコノミークラスは 10kg の荷物が1つまで、ビジネスクラスは 15kg の荷物が2つまで持ち込み、可能。なお、女性用ハンドバッグ、ビジネスバッグ、 パソコンケース、ベビーカーは機内持ち込みで荷物にはカウントせず、持ち込みが可能。iPhone よび i p h o のユーザー向けに、自身の予約情報や、アエロフロートボーナスのマイル獲得状況、特別オファーに関する情報を見ることができるアプリを提供している。同アプリには追加で6名までユーザーを登録でき、アプリ内でチケットを買う際などに、入力の手間が省けるようになっている。 また、同アプリは、アップル社から発売されている、アップルワッチにも対応している。2015年4月時点。アエロフロートの保有機材は、以下の通りである。2018年10月時点。西側機材はすべてリース機で、RA の機体記号を持つロシア国籍の機体は、存在しない。VPB、バミューダ諸島の機体記号といった具合。現在の機種は、 エアバス、ボーイング、スホーイから構成され、平均機体年齢3.9年と、2014年12月時点で、欧州の航空会社の中で最も若い152機で運航している。ただし、成田空港とモスクワ間の便は、最新鋭の機体で運航されていない。しかし、B777 から 300ER の増加で、道路線にも、最新鋭の機体が導入される可能性を、 示唆していたが、このほど2019年夏スケジュールから成り立、モスクワ線に B777 から 300ER を本格的に導入することが決まった。それに先立ち、2018年10月8日から26日までの、モスクワ発便にも A330 に代わって、B777 から 300ER が東路線に入る。旧ソ連時代のアエルフロートは、 使用機材のほぼすべてが、スポレフ、イリューシン、アントノフ、ヤコブレフなどのソ連内で製造されたもの、またはポーランドでライセンス生産された機体であった、例外はチェコスロバキアで設計、製造された L-410 やポーランドで設計、製造された複用単発ジェット機 M-15 など、冷戦が終焉した1990年代以降は、 1992年に、子会社のロシア国際航空がエアバス A310 を初めて導入。現在、A310 は前期退役し、ロシア国際航空もアエルフロートに吸収されている。して以来、ボーイングやエアバスなどの西側機材の導入を進め、西欧路線にはエアバス機、日本路線には通常機はエアバス機、下機等は大型のボーイング機、 東欧やロシア国内の長距離路線には、大型の遺留新機、ロンドン線にも就航していた、同短距離路線には、小、中型のツポレフ機が使用されることが多く、特に海外路線で、旧ソ連製、ロシア製航空機が活躍することは少なくなっていた。運航効率が悪く老朽化が進んだ上に、西側機が増加したためか、イ EL-86 が2006年11月に、 引退するなど、旧ソ連製機材の退役が進んでいたが、その一方で近年、フランクフルトやローマ等、冷戦時代から西側に属していた国々にも木動氏が、新しいツポレフツ -154M を就航させるなど、再び、ロシア機の活躍が目立つようになってきていた。現在、アエロフロートは、大規模な機材更新を進めている。 運行効率の悪さや経年化を理由に、前述の通り粒子ューシマイナス86が2006年11月に、粒子ューシマイナス96も2013年度中で、全期退役したほか、2008年1月6日をもって、スポレフツマイナス 134A マイナス3が、全期退役した。なお、ツマイナス134の、ラストフライトは、カリーニングラードモスクワビンであった。 前述のように活躍の場が広がっていたつ、つまいなす 154M も2008から2009年の間に順次退役し、エアバス A320 ファミリーと2010年1月に完全に置き換えられた。同社は A320 ファミリーの他にも幅広く最新駅を発注している。ボーイング777から 300ER を6機。 ボーイング777から 200ER を2機、ボーイング787ドリームライナーを22機、エアバス A330 から200を10機、エアバス A350XWB を22機、スホーイスーパージェット100を30機発注している。スホーイスーパージェット100は2012年3月5日に6機目、機体番号 RA-89005 を受領し、この機材には スカイチームの塗装が施行されている。777から 300ER を受領を機に、史上初のアエロフロート向け機材のボーイング車、顧客記号、カスタマーコード M0、数字の例で、ローマ字の王ではないを取得し、777、3M0ER となって、ロールアウトする。この初号機、VPBGB は2013年1月31日に引き渡しを受けた。 これまでの767から 300ER はリース機材であったため767から3 6六ネアという形式が存在する。そして A330 から200と777から 300ER の新規導入が進捗したことにより、これまでの767から 300ER は退役している。なスポーツイベントやスポーツチームへの協賛を行っており、近年では 多くの国際大会への協賛も増えている。アエロフロートは2014年にソチで行われた冬季オリンピックにおける公式オリンピックパートナーである。ソチオリンピックでは A320 から 214VPBZP に大会公式マスコットとなる T ポーラーベアー、ー北極グマ、ザハレ、ノウサギ、ザレオパード、 雪氷3体の特別塗装を施し、2012年7月から2014年2月23日の大会終了日まで運行した。2008年8月に開催された第29回北京オリンピックでも、ロシアオリンピック及びパラリンピックチームチームと公式代表団、観客の輸送に関する協定を、ロシアオリンピック委員会と結び、ロシアオリンピックチームの公式キャリアとなった。 その後も、ロシアオリンピック及びパラリンピックチームと2009年から2016年までの間、公式代表団の輸送に関する契約を締結しており、継続的なサポートを提供している。なお、1980年に行われたモスクワオリンピックにおいても公式キャリアであった。2013年7月8日、サッカー日本代表、香川真司選手も在籍した。 マンチェスター・ユナイテッド・ FC とスポンサーシップ契約を締結。アエロフロートの公式キャリア就任は、アエロフロートのビタリー・サベリーフ、ビタリー・サバリーフ最高経営責任者、マンチェスター・ユナイテッド・ FC のリチャード・アーノルド、リチャード・アーノルドグループマネジング・ディレクター及び、デイビッド・モイズ。 デビッド・モイス元監督並びにチームメンバーを交えて、オールド・トラフ・フォードで開催された記者発表の席上にて発表された。なお、契約は複数年契約となっている。アエロフロートは公式キャリアとして、チームや役員の移動の手配に関して戦略的助言をし、最新型のエアバス機とボーイング機によるチャーター便サービスを適時提供。 2013年12月23日には、エアバス A321 の機体に、マンチェスターユナイテッドのデザインを施した特別使用機を一般公開。主に、ロシアとヨーロッパの短距離路線で使用されるほか、マンチェスターユナイテッドのチャーター機としても使用される。また、アエロフロートは、サッカー日本代表、本田圭介選手が在籍していたロシア国内のプロサッカーチーム、 チェスカ・モスクワの公式スポンサーとなっているほか、サッカーロシア代表の公式スポンサーにもなっている。アメリカ NBA のブルックリン・ネッツやロシアのプロバスケットボールチームであるチェスカ・モスクワの公式スポンサーとなっている。2014年10月から公式スポンサーとなったチェスカ・モスクワのユニフォームには、アエロフロートのロゴがあしらわれている。世界カーリング連盟のオフィッシャルエアライン。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。